五代目山口組組長渡辺義則。渡辺は異例の速さで山口組トップに上り詰め、若頭の匠とともに五代目の山口組をまとめてきました。しかし途中で若頭の匠勝が中野会に襲われ帰らぬ人となり、最終的に渡辺も組長の座を自ら降り片木に戻りました。基本的にヤクザの組長は晩年まで組長で居続けることが多い中、自ら辞めるというのは異例のことです。この引退の裏には悲しい現実があったと言われています。今回は渡辺組長の5代目引退の真相、人柄、そして震災でのエピソードについて触れてみたいと思います。悲劇の引退。渡辺組長はなぜ自ら5代目を引退してしまったのでしょうか。引退については諸説言われていますが、大きく分けて2つのことが関係しているようです。1つ目は弘道会が渡辺組長の弱みを握り、執行部も一緒になって渡辺組長に辞めるよう圧をかけたこと。この弱みというのは、当時若頭だった匠を撃つように指示したのは渡辺だったということです。当時匠が中野会に襲撃された事件は匠と中野会との確執によるものとされ、中野会は山口組から厳しい処分を受けました。しかし実際は以前から匠のことをよく思っていなかった渡辺組長が中野会に電話で直接襲撃するように指示していました。身内同士で襲撃させるように組長が仕組んだ。もしこの事実が知られれば大変なことになります。そして渡辺組長の電話の録音テープなのか詳細は不明ですが、この決定的な証拠を弘道会がつかみます。証拠をつかんだ弘道会の司忍、高山清、入江忠、そして執行部メンバーが渡辺組長を取り囲み、証拠を突きつけて、親の仇は取らなあかん、あんたは人気が悪すぎる、即刻やめなはれと面と向かって伝えました。すると渡辺組長は、引退してもええ、その代わり1年でも2年でもわしを総裁につけてくれんかと執行部に頼みますが、その希望が通らなかったことから自ら引退することになりました。2つ目はお金に汚かったのではないかということ。執行部から人気が悪すぎると言われていた渡辺組長ですが、今までの組長に比べて金に強欲だったということも言われています。具体的なエピソードとしては、地方で大規模な開発工事があった際、本来であれば地元の直系組織が利権を得るはずなのに、そこに自分の企業射程の業者を無理やりねじ込ませ利権を奪ったということや、渡辺組長の奥さんが5代目就任と同時に高額なブティックを経営し始め、直系組長たちに売りつけていたことなど、その他にもそんな渡辺組長の性格を汲み取って直系組長が賄賂を送ったこともあったのですが、渡辺はそれを遠慮せず受け取っていました。今までの歴代組長は金の使い方も綺麗で、どちらかというと金よりも人情を大切にしていました。3代目の田岡組長は、私はうどんの一杯ですら若い者におごってもらったことはないと言っており、4代目竹中組長に至っては、襲名祝いに現金を送ろうとした者に対してバカなことをするなと言って賄賂の類は一切受け取りませんでした。ちなみに渡辺組長は晩年、長年連れ添った奥さんと離婚していますが、これも山口組を引退し山口組関係で得た資金を守るためということも言われています。こういったことの積み重ねで不信感が生まれ、渡辺組長は居場所を失いました。渡辺組長の人柄。ヤクザは生まれが貧困家庭だったり元不良も多い中、渡辺は裕福な家庭で育ち、何不自由ない生活を送っていました。不良というわけでもなかったので、就職もしようと思えば普通にできた環境でしたが、自分の努力次第で出世できる、どこまでも伸びることができるという理由でヤクザになることを選び、この世界に入っています。
その上渡辺は組に入った時からすでに明確なビジョンがありました。俺はだいたい30歳前後で組を持つ、30過ぎて組ができんようならヤクザを辞めるつもりだった。実際に29歳でヤマケン組内に権竜会を結成しているので、渡辺の目標通りになっています。また渡辺は良くも悪くも合理主義者で、暴行や傷害といったヤクザらしいエピソードはあまりなく、懲役も数年程度しか行っていません。懲役は長い短いより行く内容やね。我々の社会ではやっぱり抗争事件でやね、体かけていったものは功績として認めるからね。そうやけど自分で覚醒剤で行った10年なんていうのは認めへんわな、という現実的な考えの持ち主でした。組織の運営に関しても山本健一は組員は少なくてもいいという考え方に対し、渡辺はとにかく組員はいた方がいいという考え方で、組員が10人いて上納金が1人1万円であれば10万円、懲役で1人かければ9万円にしかならない。しかし100人組員がいたら1人当たりの上納金の金額を減らしても組は運営できるし上納金も集めやすいと語っており、事実ヤマケン組は全盛期8000人とも言われた巨大組織となりました。渡辺については賛否意見があって、ある組員からは組長なのに威張ったりせずいつも謙虚気配りの人だったと言われ、執行部からは決断力がない、ヤマケン組の幹部たちからはケチで世間知らずと言われていたそうです。また目上の女性からは可愛がられる性格だったようで、田岡組長の妻の文子夫人や山本健一の妻の秀子夫人からとても可愛がられていました。いずれにしても3代目の田岡組長や4代目の竹中組長とは少し気質の違う親分ということが言えます。阪神・淡路大震災での活躍。また渡辺組長といえば、阪神・淡路大震災で誰より早く救援物資を近隣住民に届けたというエピソードもあります。当時山口組は全国に100人以上いる直系組長から100万から200万円ほど、合計2億円を募って全て救援物資に充てました。救援物資の内容も素晴らしく、食料品から子供のお菓子、ミルク、防寒着、下着、生理用品、カセットコンロなど、今本当に必要なものが厳選して届けられました。さらに神戸市内の山口組本部を中心に被災地に拠点を作って、大規模な炊き出しや断水中の中水を配るということもしていました。渡辺組長もヤクザという面影を忘れさせるほど近隣住民のために動き回っていたそうです。最近山口組がイメージアップのためにハロウィンで地元の子供にお菓子を配ることが問題視されていますが、意外にも神戸市民、特に高齢者に至っては山口組のイメージは非常にいい場合が多く、田岡組長の時から地域全体で山口組に世話になった。震災の時も役所も警察も役に立たない中、誰よりも早く助けに来てくれたとポジティブなイメージを持っている方も少なくないようです。渡辺組長は最後の任侠親分だったのかもしれません。団結、沈黙、報復。沈黙は人のことをグズグズ言うな、口は慎めと、ごく常識的なスローガンなんですわ。団結というのは人の輪なんや、輪は保たなあかん。報復というのも物騒な意味と違う、人に受けた恩は必ず返さなあかんいう意味です。5代目山口組組長渡辺義則。